ヤシマは日本の四国北東部の香川県高松市の東北に位置する皇室の溶岩に覆われた平坦面が侵食された残宮。南北に長い大地上の地形。周辺はヤシマ地区と呼ばれる。ヤシマの名称は屋根のような形状に由来し、高松市のシンボルになっている。また古来から瀬戸内海の海路の目印となる特徴物であり、 海外交流交易回路に面した要衝であった。八島は江戸時代までは陸から離れた島であったが、江戸時代に始まる塩田開発と干拓水田は後の時代に埋め立てられ、陸続きになった。海上保安庁では八島を島として定めているが、現在の法定区分は高松市を形成する四国本島の扱いである。全体の大きさは南北に約キロメートル。 東西に約2トル、南嶺の標高は2 9 2ル、北嶺の標高は2 8 2ル、平坦な長面の周囲に急な崖を持つ、典型的なメサの地形であり、海石溶岩第一。両峰は細い尾根で接続されている。東岸と西岸と相引き川沿いの埋め立て地は、住宅地、市街地に改変され、国の史跡及び天然記念物の指定区域内に、 多くの人が集中している。山上に多頭会が眺められる展望景観を有し、1934年3月16日、国立公園として初の瀬戸内海国立公園に指定された。当初の指定区域は、八島を含む微山瀬戸の一帯である。島内に重層の遺跡を有し、稀な大地であることから、1934年11月10日、 国の史跡及び天然記念物、八島に指定された。史跡及び天然記念物の指定範囲は、相引川以北の全域と、その地先の100メートルの海面区域である。663年に起こった、白月の絵の戦いの後に矢島城が築かれ、山城の全域が城とされている。また、南嶺山城に、闘争、岩人が創建したとの伝承を持つ八島寺がある。 東岸の入り江の一帯は古来の真弓の裏で自称、樹栄の乱における重要な局地戦の一つである八島の戦いがここを戦場として繰り広げられた。その他にも長崎の美古墳、北麗山城に千窓を跡、八島京塚、長崎の美宝台跡などがある。八島スカイウェイの通じた南麗山城は香川県を代表する観光地の一つとして開発されている。 しかし、北嶺山城は良好な自然公園である。両者は細い尾根で接続され、おのおの周回した歩行者専用の単小遊歩道と、南北嶺を重走できる登山道が整備されている。北方海上で、八島を演望八島の地形は、新生代中心世の約1500万年前から約1300万年前に、かけて起こった瀬戸内火山活動の溶岩などで、 形成されたサヌキ総群からなる。基板岩は、河口岩で、火山活動の溶岩などが湖を埋めた後に土地が隆起したとされている。その後、長期にわたる侵食、作白作用に対して、皇室のサヌキ岩質安山岩が、キャップロックとなって残った大地の地形である。塩田跡と干拓水蓮が埋め立てられ、短い多くの橋がかかり、 探索だけでは島を認識することは困難である。四国本土と八島は、相引川で分離されている。山頂近くの登山道沿いの通称、畳石は、板状設理の路頭である。その他、八島歴層と通称、雪の庭と呼ばれる、白色業海岸が、南嶺山城に分布する。八島城の縄文以降八島山頂の段古霊から、相引川川口地域を望む。 この地域の手前側は、八島の戦いの戦場にもなったみの裏である。もっとも、江戸時代以来の度重なる開発によって地形は大きく変容し、王子の面影は残されていない。山徳の裏西集落の宇は、神社境大遺跡では、弥生時代の後期に土器聖縁が開始され、古墳時代中期に築かれた長崎の美古墳に至る。山城では、 弥生時代中期の高知西集落の痕跡があり、アスカ時代のヤシマ城追記に至る。天治天皇2年8月に朝鮮半島で起こった白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に大敗北を起死した和国は、いつあってもおかしくない敵軍の内地侵攻に備えて、直ちに国防を強化する必要があった。天皇はあくる、地政3年目に最前線の津島と行きとう。 北部九州の筑紫国島に、先森とのろしを置き、水木を築き、ついで四年目の八月には、筑紫国に二期、瀬戸内生誕の長戸国に一期の山城を、六年目には、最前線の津島、瀬戸内東端の佐抜国、本拠たる、紀内の大和国に、それぞれ一期の山城を築いた。このことは、日本初期末期、第二十七の天示天皇六年十一月上に、 以下のようなゼガツ城があることでわかる。研究者らによって、再開防備などと呼ばれる一連の記述の一部である。原文字は、旧時代。約物ものは、現代の補足。11月定始た日木のとうし、ゼガツ、地区山和国高安城、三吉国山田郡矢島城、津島国カナダ城。日本初期巻、第27天時天皇6年11月ゼガツ城。 書き下し文人は信じたい。文は文語体。振り仮名は歴史的仮名遣い。11月定いた日木のと牛、し、ゼ月和国高安城。3、吉国山田軍屋島城、津島国金伝城を築く。交互解釈例文は交互体。書括弧、内は補足文。振り仮名は現代仮名遣いで、丸括弧内は現代など、後世の読み。 旧暦の11月停止1日を中、この月、和国の高安城、三、吉国の山田軍の八島城、津島国のカナダ城を築く。備え抗原文に、山田軍とあるが、軍という地方行政単位が敷かれるのは、大法元年発布の大法令による。天智天皇6年の時点では、軍より、軍事的性格の強い表が敷かれていた。かかる文を含む全文は、 共生時代の出来事を軍政時代になってから書き起こしたか、あるいは用語の統一性を優先させて書き直したものと考えられる。もっとも昭和時代以前の調査では、ヤシマの山上に、それらしき遺構は見当たらず、実体のつかめない幻の城であった。注目すべき知見がもたらされたのは1998年、南令山上における石類の発見をきっかけに、 縄文跡が発掘され、これをもって日本書紀に記された古代山城の実在したことが確かめられた。八島寺は、神言、総武室派の古刹である。その前身は北霊に残る山岳寺院、千魔堂跡地に所在していたという。辞伝によれば、北霊から南霊への背には、佐賀天皇の直眼を受けた工房大使によってなされた。 鎌倉時代には清水を繰り返した。その後は荒廃していたが、江戸時代初期になって、肝心による再興が果たされた。江戸時代中は、山田郡屋島の時々の領主であった淡い駒家と、高松松平家から庇護を受けて整備された。現内四年建流の本堂と、本尊である十一面千樹観音像、及び、盆鐘は、国の重要文化財に指定されている。 平安時代末における八島は、自称、樹衛の乱の局地戦の一つである一の谷の戦いに、敗れた伊勢兵士が安徳天皇を報じたまま撤退してきた四国東端の軍事要衝であったが、翌年の元略2年2月に、源氏の追撃を受け、八島の戦いの戦場となった。平家物語のほか、この戦いで、源氏法の那須与一が、 平四方の軍船に掲げられた扇の的を言落とした逸話などが今日まで語り継がれている。東西を横断するコースもあるが代表的な南北礼の重装コースは下記の通り。最寄り駅から八島競技場、八島小学校、八島寺に至る歩行者専用の八島登山道を目指す。車止めを過ぎれば舗装された歩行者専用道路になる。数水、福江な 畳石を経て、八島寺の二王門に到着する。八島寺の本堂から四天門に折り返して、西側の土産物店を通ると、四死の令和の展望所である。遊歩道を歩み、北霊入り口を越えると、北東角の段古霊展望所である。北霊入り口に折り返し、舗装された遊歩道を進むと、北霊集会の三砂路に出会う。三砂路の奥に、 千魔道広場が広がる。東西の遊歩道か、千魔道広場から北上する土道の遊歩道を進むと、北端で合流する。北方の乳場目菓の林を抜けると、北麗北端の遊鶴亭の展望所である。遊鶴亭から山道をジグザグに下ると、県道の北麗登山口に出る。県道を横切り林の中の山道を進むと、未補走の車道に降り立つ。 北に進み階段を下れば、海が広がる方内跡の長崎の花の先端に到着する。キロは車道を戻り、県道に出て、右折れして、八島西町方面に進むと、八島県高ランド前のバス停に到着する。余裕があれば、最寄り駅まで歩く。そして、本コースに、山上の南霊南端の関係学の折り返しを加える、登山者もいる。山麓の最寄り駅から、シャトルバスが、 ヤシマ山上を往復する。シャトルバスを利用した主従のコースで登山者、ハイカー、ウォーカーは四季折々に天空の散策を楽しむ。四季を通して観光客、四国霊場巡礼者、登山客が訪れるヤシマは、県下の小中学生の学習場所として活用され、県民も四季のヤシマを楽しむ。山上は南霊と北霊ゾーンに区分できる。南霊には、 四国八十八カ所霊場第八十四番札所の八島寺、美ノ山大明神、八島寺宝物館、新八島水族館がある。また、八島城の城門以降の復元と見学路が整備され、二千十六年三月からは、一般公開されている。八島寺と、祭事風景瀬戸大橋団これで、小戸島方面を遠望、南霊の志子の霊岩からは、高松市が 岩瀬大山、五色台、瀬戸大橋、琴平山を望める。段古礼からは、原平合戦の八島古戦場や、五県山を望める。そして、北礼北端の有鶴亭からは、瀬戸内の多島海が眺望でき、これら三カ所とそこからの眺望は、それぞれに総じて、八島三大展望台、八島三大展望と呼ばれている。また、夕景、夜景の展望景観は、 日本の夕日百選、日本夜景遺産、夜景百選に選定されている。南北麗の山上は歩行者専用の単小遊歩道が周回し、北麗北端のゆつ鶴亭に加え、南麗南端の関係学で、佐抜き平野と阿山の山並みを楽しむ散策者もいる。また、岡山県の和柴山などの山並みと、兵庫県の南西部の山並みに加え、淡路島も遠望できる。さらに、 晩秋から、冬季は、剣山や明石海峡を橋も視野に入る。そして、段古令では、映画、世界の中心で、愛を叫ぶのロケ地で、四国本島最北端のアジ町は眼下に、映画、二十四の瞳、八日目のセミのロケ地の小戸島も、一望できる。その他、女木島、男、木島、大島は、眼下、直島、都島も一望できる。 日本三名狸の一村に数えられる化け狸の田三郎狸は、美ノ山大名人として八島寺の境内に祀られている。一夫一夫のちぎりも固く、家庭園満、縁結びの神とされている。井上久志著の小説、原鼓きに登場する八島のハゲ狸や、高畑勲監督のアニメーション映画、平成狸合戦ポンポコに登場する田三郎ハゲ狸は、 この化けたぬきをモデルとしている。名物は、いいがこのおでん、らけ投げなどがある。八島スカイウェイは、南霊東斜面を重走する。山上に近いヘアピンカーブのトンネルを貫け、西斜面に出て駐車場に至る。東斜面に、2カ所の展望所がある。このスカイウェイは、日本風景街道の、原平ロマン街道に指定され、八島山上海沿いのアジ半島ン道の駅。 原平の里群れを結ぶ風景街道である。ヤシマスカイウェイの東斜面中腹の山側にミステリーゾーンの表示板がある。この場所の路面は上り坂が目の錯覚で下り坂に見えるとされている。ヤシマスカイウェイの山陸の山側には最神が徳川家康と松平頼主のヤシマ神社と四国民家博物館が隣接して存在する。東岸の入り江と 入江を囲む八島東町、群れ町、阿寺町、八島の南に隣接した高松町が、原平合戦の八島湖戦場である。歴史と数々のエピソードを有する、平家物語他が織り成す史跡が点在する。香川県には、八島を筆頭とする目里、と、飯野山を筆頭とする、ビュート城の小山が混在し、得意な景観を有する。この様子は、八島三条からも展望できる。 ヤシマは、瀬戸大橋の開通時の賑わいを最後に観光客が激減した。土産物店、宿泊施設が相次いで閉鎖された後、廃屋が隣立する状況に至った。2011年、大西秀都市長は、ヤシマの活性化を宣言し、ヤシマ活性化基本構想、ヤシマ活性化推進計画を策定した。その後、廃屋撤去後の整備。 八島城の城門以降の復元、八島スカイウェイほか、種々の活性化策が展開されている。2017年、環境省の国立公園満喫プロジェクト展開事業に、八島の絶景プロモーション事業が採択された。文化、観光の拠点となる八島山上拠点施設ほかの整備計画が展開されている。高松市が整備を進める山上拠点施設をめぐっては、 2019年から実施された入札が3度にわたって不調となり、市が予定価格を大幅に引き下げた4回目の入札で、高松市内の2事業者の共同事業体が11億1800万円で落札した。山上へは、八島山上行きシャトルバスタクシーの利用、または自動車、二輪車、自転車、徒歩で八島スカイウェイを利用する。 シャトルバスタクシーの利用は、JR 高徳線の八島駅、または、高松琴平電気鉄道指導線の琴電八島駅が、最寄り駅となる。山上は、南例の駐車場を除いて歩行者天国、自動車、二輪車、自転車の走行は許可申請を要する。登山の場合は、琴電片本駅、琴電八島駅、または、JR 八島駅で下車、八島小学校の前を通り、 歩行者専用のヤシマ登山道を登る。かつてはヤシマケーブルがあったが2004年に廃止された。四死の霊言から西方にビザ瀬戸を遠望。ありがとうございます。